一押しのギャグは、一押しのギャグ？キャリー、普通に通信簿によく書かれていたことは、落ち着きがない。2、1、ズドン。最近気になってるアーティストは、最近気になサニーレイサービス、早口言葉で交換、キャリーパムパム、普通に通信簿によく書かれていたことは、落ち着きがない。次、自分に一つダメ出しをするとしたら、緊張しやすい、この夏やりたいことはバーベキュー。これってうちだけかもしれない家族のルール、毎週末必ず飲み会をします。初恋の人の下の名前はかなこです。夏大好きビジュアル系を体で表現してっていう感じです。付き合ってみたい漫画のキャラは、漫画のキャラ、あ、静香ちゃん、約束した相手が遅刻、その場で何分待てる、2分。一押しのギャグ、90度、俺かっこいいな、どんな時、俺かっこいいな、あ、なんか車運転してこう手がビジュアル系になってる時、ビジュアル系だけど実は〇〇が好き、それカレーパン、友達っていいな、どんな時に思う、友達が久しぶりに会えると思います。2人しかいないですけど、酒に酔うとどうなる、関心を露出します。ジーマシーンライブをもっと楽しむコツは、とにかく前向きに参加することです。夏大好きビジュアル系のサビの振りを教えて、こうですね、こうタオルを回す。バンドを組んで一番嬉しかったことは、昔一緒にやってた人ともう一度会えること。料理のさしすせ添える、砂糖、塩、味噌、塩、胡椒、カメラに向かって決め顔をお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。読んでたら間に合わないじゃないですか。そう、読まなきゃいけないと。音と人をつなぐ場所、 M1 ミュージック。